原華華は、鈴木木玄原阿木にところ属する魚類の分類群の一つ。少なくとも46族230種が記載され、その多くは、北半球の寒冷な海に生息する深海魚である。玄華華の魚類は全て海水魚で、熱帯から極限に至るまで、世界中の海に幅広く分布する。多くの種類は、北、太平洋あるいは北。 大西洋の冷たい海に分布し、北極海、南極海とその周辺海域からも、それぞれ15種21種が知られている。ほとんどの仲間は、海底と密接に関連した生活を送る、低生性の魚類で、沿岸の浅い海で暮らす普通種から、数千メートルの大深度で見つかるものまで、その分布範囲は、極めて広い。砂泥の海底に横たわる、 ヘビゲンゲ族の一種。水深2369メートルにいて撮影。本家魚類は、北半球の深海底において、一般的な存在である。本家魚類は特に深海での多様性が顕著で、低生性深海魚のグループとしては、コだらか、アシロか、トカゲギスか、ホラアナゴかの仲間と並ぶ重要な存在となっている。北、大西洋に分布する。 深海性低生魚の種数のうち、原華華魚類はおよそ9%を占めると見積もられている。北半球の温帯域から北極に至る深海底においては、個体数の上でも非常に多く、餌生物が豊富な領域では、濃密な群れを形成することもある。原華類の多くは、蛇のように海底に横たわり、砂泥に渦漏れた海類。 多毛類などを主な餌とするほか、大型種は極秘動物や他の魚類をも捕食する。埋在動物を捕食する際には多量の堆積物を同時に接触することになるが、本家魚類は肥大した唇を使って餌をより分けており、堆積物をそのまま飲み込むことはない。玄華類は深海魚としては比較的発達した資格を持つが、 底部に埋まった餌の探索においては、むしろ鋭敏な触覚を用いるものと考えられている。こんにゃく裸玄下族など一部は、植生及び、生態の面で得意なグループとなっている。彼らは、ゼラチン質の、ブヨブヨした体を持ち、他のンゲ類とは異なり海底直上から中層を、不活発に漂流している。海底に沈降した大型生物の死骸の匂いを、 嗅ぎつけ、不肉食性の接触動物を捕食する。本科魚類の繁殖様式は、基本的に卵性だが、長菓子族の3種のみ、卵体性である。一部の種類では、新魚が卵を保護する習性を持つ。眉菓子族の一種。発達した胸びれと体火的な腹びれ、うなぎのように細長い体型が、 本科魚類の特徴である、原華科の仲間は一般に、うなぎのように細長い体型を持つ。体長は、数十センチメートルのものが多く、最大種では1.1メートルに達する。口は、糞の先端か、あるいはやや下向きについている。鱗は、非常に小さく、皮膚に渦漏れ、裸原下族など一部は鱗をかく。エラ膜は、胸部で接続する。 浮き袋を持たない。背びれと尻びれの規定は非常に長く尾ひれと連続する。腹器は小さく胸びれより前の陰頭部に位置するか持たない種類もある。腹器の体化はそれぞれの属で独立に生じたと推測されている。ディレペディクシーズ属の腹びれは海面上で目の真下に位置する。胸びれは発達しており、 海底で体を支え静止する生活に適応している。椎骨は58から150個。原外科には、ネルソンの体系において46属230種が認められる一方、フィッシュベスには52属282種が記載されている。かつて本科に所属したルカブリツラ属及びパラボラトラ属は、 現在では独立の二世立ち魚家とされ、あしろ目に含められるようになっている。1960年代前半まで、原下家は、鈴木木銀ポア木に含まれることが多かった。1966年に、グリーンウッドらは本家のみを含む、原下阿木として、タラメの内部に位置付けたが、後に、目玉ウオカと金縁であることが指摘され、 ネルソン以降はスズキメゲンゲア目の一部として扱われるようになっている。本家の内部に、セダカゲアカライコゾルシニ、ナガガジアカゾルシニ、ハダカゲアカギムネレニ、マユガジアカライコデュニーの4赤を設置する見解もある。こんにゃくハダカンゲ族の一種。本族は、間接的なフニクリ要請を示し、死骸に集まる、甲殻類を捕食するシロゲンゲ族の一種。 水深3228メートルで撮影された海底直上を遊泳する姿。本家魚類は海底からほとんど離れることがない長ガ,ガジ族の一種。本族の3種のみ、卵体制で、新魚は体内で成長した若菜を産出する長ガ,ガジ族の一種。北アメリカ東岸に分布し、沿岸の浅い海で生活する種類、裸原華族の一種。 北極海周辺の大陸方に分布する種類。本属は鱗をかく、ヘビゲンゲ属の一種。本属には62種が所属し、マユガジ族に次いで2番目に、大きなグループとなっているヘビゲンゲ属の一種、マユガジ族の一種。発達した胸びれと厚い唇が明瞭である、マユガジ族の一種。北極圏の海に住むマユガジ族の一種。 本族には少なくとも64種が記載され、原華家内で最大の族を構成するマユガジ族の一種、マユガジ族の一種鎧細長原ゲオフトアーモリカス、族の一種。本族には7種が所属し、ほとんどが南極海とその周辺に分布する化けから族の一種、サーマーセス族の一種。東部太平洋の深部から記録された種類。ありがとうございます。